日本語能力試験。これから N3 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題1。問題1では、まず、 質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番。 うちで妻と夫が話しています。夫はこの後まず何をしますかもう暖かくなってきたからヒーターとか毛布とか冬のものをしまっちゃおうよ。そうだね。じゃあ私、クリーニング屋に冬用のコートを持ってくからヒーターをお願い。きれいにして押し入れに片付けといてくれるうん。毛布もクリーニングに出す こないだ買った洗濯機、あれ、毛布も洗えるから、今年はうちで洗ってみよう。悪いけど、洗濯機に入れて回しといて。できるだけ早い時間に干したいから、ヒーターはその後ね。わかった。毛布は庭に干すんだよね。うん。それまでには私、帰ってくるから。じゃあ、お願いね。<noise> 夫は、 このあとまず何をしますか 2> 2番大学の芸術クラブで男の学生と女の学生が話しています。男の学生はポスターをどうしますか 先輩、新入生歓迎会のポスター作ってみたので見てください。全体的にちょっと色が地味すぎますか今のままでも十分派手だと思うけど。あ、ポスターに会場の地図入れたのはいいね。去年は道に迷ったっていう人が多かったから。それより、何このタイトル。ようこそ芸術の世界へって。もっと印象に残るようなのにできない 例えば、あなたはもう芸術から逃げられないとか。え、ちょっと怖くないですかじゃあ怖くないのを考えてよ。えっ、ー、と、字の大きさはちょうどいいからそのままで。はい。じゃあ直してまたお見せします。男の学生はポスターをどうしますか 3番高校で女の生徒と男の生徒が話しています。生徒は川に何を持っていかなければなりませんか田中くん、昨日生物の授業を休んだよね。来週の授業は川の中にいる生き物を観察するから教室じゃなくて川に集合だって。面白そうだね。うん、それでね。 川の水とか取った生き物を入れるのに、プラスチックの容器を持ってくようにって先生が。容器、空のペットボトルでもいいのペットボトルは口が小さくて入れにくいから、浅くて底が広いお皿みたいなのにしろって。そっか。それとね、川に入るからゴムのサンダルを持っていきなさいって。うん。教科書も必要だよね。濡れないようにカバーつけていこうかな。 教科書は濡れると困るから持っていくなだって。分かった。生徒は川に何を持っていかなければなりませんか？ 4番、日本語の作文の授業で先生が話しています。学生は今日どんなテーマで作文を書きますか今日の授業について説明します。えー、このクラスには世界各国からの留学生が集まっていますね。皆さんのふるさとに、そして世界中には様々な料理があると思いますが、 何か特別な思い出のある料理がありますか一つ選んで、それはどのような料理か、どんなことがあったからその料理が特別なのか、800字ぐらいで文章を書きましょう。もちろん日本の料理でも構いませんよ。学生は今日どんなテーマで作文を書きますか 5番大学の廊下で男の留学生と先生が話しています。男の留学生はこの後、まずどうしますか先生、この間先生から研究計画のレポートについていろいろアドバイスをいただいたので、そこを直しておとといメールでお送りしたんですが、届いたでしょうかえ届いてませんよトムさん。 悪いけど、もう一度送ってくれますかそれか、もし今、レポート、印刷したの持ってたら、それをもらってすぐ見ますよあの、印刷して一部持ってるんですが、いろいろメモしてあるので、これをお渡しするのは。そう。あ、一度メールを送信したなら、トムさんの送信記録に送ってくれたレポートが残ってるはずですよね。はい。じゃあ、今から私の研究室に、 一緒に来てもらえるそこでトムさんに自分の送信メールをチェックしてもらって、レポートがあればそのまま印刷して受け取りますから。はい、わかりました。男の留学生はこの後まずどうしますか 6番アパートで女の人と管理人が話しています。女の人はいつ割れたガラスをゴミに出しますか管理人さん、すみません。燃えないゴミを出せるのは何曜日ですか昨日引っ越してきて説明していただいたのに忘れてしまって。いえ、何でも聞いてください。燃えないゴミは火曜と木曜ですよ。 今日は4月2日水曜だから明日出せますね。引っ越しの片付けをしていたらグラスを割っちゃったんです。それを出そうと思って。ああ。ガラスは燃えないゴミじゃなくて別に出すんです。えっと、月に1回。第3水曜日にしか出せないんですよ。ちょうど2週間後ですね。わかりました。ありがとうございます。 女の人は、いつ割れたガラスをゴミに出しますか問題2問題2では、まず質問を聞いてください。 その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 一番男の学生と女の学生が話しています。女の学生が船で旅行することにしたのはどうしてですか山本さん、夏休みはどっか行くのうん。船で3日かけて北海道に行くんだ。面白そうだけど、 船って移動の時間が無駄だって思っちゃうな。飛行機ならもっと早く着けるのに。でも、バイクを運べないでしょあ、もしかして向こうで乗るのうん。それが目的で船にしたんだけど、その船の旅、食事が食べ放題なんだって。それにダンスをしたり、コンサートが見られたりするって。後で色々聞いてびっくり。ふーん。それじゃ、他のお客さんとも知り合えて楽しい旅になりそうだね。 うん、女の学生が船で旅行することにしたのはどうしてですか 2>, ?2 番。日本語のクラスで 女の留学生と男の留学生が話しています。男の留学生はどうやって勉強して聞き取りが上手になりましたか？最近聞き取りのテストでいつもいい成績取ってるね。どんな方法で勉強してるの？以前 先生がラジオやテレビを利用するのがいいって言ってたでしょ毎日1時間集中して聞くことでかなり違ってくるって。うん。一度テレビでドラマを見てみたんだけど、目からの情報があるとそれに頼っちゃってダメで。だからラジオにしたんだ。毎日やってる音楽の番組なんだけど、毎回違う歌手がお客さんとして来てて、曲とか趣味なんかについて面白い話が聞けるんだ。じゃあ、日本の歌にも詳しくなった うん、日本人の友達とカラオケに行ったらいろいろ歌えるように今度は歌の練習もしようと思ってるんだ。男の留学生はどうやって勉強して聞き取りが上手になりましたか 3番、お菓子の会社で男の先輩と女の人がある商品について話しています調査によるとこの商品が売れるようになったのはどうしてですか佐藤さん去年発売した動物チョコレートが今年急に売れるようになったんだって 佐藤さんが頑張ったおかげだね。ありがとうございます。去年はテレビコマーシャルを流して派手に宣伝したのに全然売れなかったんですよ。今年は箱のデザインをライオンからパンダに変えてみたんです。宣伝はやめて。中身はそのままはい。ただ価格を10円下げて、その分量を少し減らしました。価格が下がって買いやすくなったのかもね。 消費者へのアンケートでは何が良かったって出てるの調査したんだよね。はい。パンダが可愛かったっていう意見がほとんどで、チョコの量が変わって価格が安くなったことはほとんど知られてませんでした。そうなんだ。調査によると、この商品が売れるようになったのはどうしてですか 四番ラジオでアナウンサーがある図書館について話していますこの図書館のどんなところが珍しいと言っていますか今日は桜山図書館に来ていますこちらとても珍しい図書館なんです最近では 食事をしながら本を読むことができたり、借りた本を家まで届けてくれたりと、図書館で様々なサービスが行われています。24時間利用可能な図書館も出てきました。しかし、こちらのようにペットと一緒に本が楽しめるという図書館はなかなかないのではないでしょうか。散歩の途中に寄れるということで、大変人気があるそうです。 この図書館のどんなところが珍しいと言っていますか五番大学で男の学生と女の学生が話しています女の学生は 卒業したら、まずどうすると言っていますか森さん、森さんは卒業後、確か建築事務所に就職するんだよね。建築学科だから専門の仕事ができていいね。その話、父の紹介で決まってたんだけど、他にやりたいことができて断ったんだ。 もったいないななんでうん。卒業論文書くときに見た論文の中に、橋の建設についてのものがあってね。それ読んだら、橋のデザインについて、いろいろ調べたくなっちゃったんだ。じゃあ、大学院に進むの一年ぐらい、自分で世界中の橋をあちこち見て回って勉強してみる。で、その後日本に帰って、大学院に入って、専門的に研究するつもり。 世界中回るとするとお金かかるね。だから父の会社でアルバイトしてる。卒業までの間ね。そっか。頑張ってね。女の学生は卒業したら、まずどうすると言っていますか 6番会社で男の人と女の人が話しています新入社員の坂本君は社長とどんな関係ですか営業部の新入社員の坂本君もうあったまだ話してないけど遠くから見たねえ もしかして、坂本くんって、社長の息子さん名前も同じ坂本だし、顔も似てるよね。それにこの間、社長と二人で親しそうに話してたし。やっぱりそう思った僕もそう思って、坂本くんに聞いてみたんだ。そしたら、社長の家の近所に住んでて、子供の時から知ってるんだって。坂本くんも初めて会社に来た時、社長がいてびっくりしたらしいよ。確かに。 社長に息子さんがいるって聞いたことないからおかしいと思ったんだけどね。<laughs> そうだね。坂本くんって僕の大学の後輩なんだって。話してみたらとっても面白くてね。いい後輩が入ってきて嬉しいよ。新入社員の坂本くんは社長とどんな関係ですか ここで、ちょっと休みましょう。 また続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありません まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から、最も良いものを、一つ選んでください。では、始めます。一番。 会社で男の人と女の人が話しています。ねえ、高橋さんダンスをやってるんだってね。うん。学生の時に始めて、今でもその頃の友達と集まってやってるんだ。そんなに長くやってるのすごいね。なかなかうまくはならないんだけどね。週に一度運動にもなるし、仕事とかで何か嫌なことがあっても、ダンスしてると忘れられて、 元気が湧いてくるんだ。それに、みんなで集まれるのも嬉しいしね。そっか。僕も何か見つけたいな。女の人は何について話していますか ?1。1> ダンスを始めた頃の思い出。2>, 2。ダンスを続けている理由。 ダンスが上手になる方法4ダンスでの嫌な経験 2>, 2番ゴルフの大会でアナウンサーが優勝した選手にインタビューしています。 優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今年は怪我のせいで思うように練習ができず、何度も諦めそうになったんですが、ファンの皆さん、家族、仲間、そして怪我を見てくださっている先生方が応援してくれて、頑張ることができました。自分一人では優勝することはできなかったと思います。本当感謝の気持ちでいっぱいです。 この選手が言いたいことは何ですか ?1、1> 怪我をしないように気をつけたい。2>, 2、しっかり練習することが大事だ。3、多くの人に応援に来てほしい。4、周りの人たちに助けられた。 3番大学のガイダンスで先生が話しています新入生の皆さんこれから大学生活が始まります勉強やクラブなどいろいろなことにチャレンジしていくことでしょうただ新しい環境の中で大学生活になかなかなれなかったり人との交流で悩んだりすることもあるかもしれませんそんな時大学では 専門のカウンセラーがいつでも相談に乗ります。話した内容は先生にも誰にも言わないことになっているので安心してどんなことでも話してみてください。先生はどんなことを伝えていますか 1, ?1 早く大学生活になれるようにしよう。 二、大学で新しいことにチャレンジしよう。三、大学では多くの人と交流しよう。四、大学のカウンセリングを利用しよう。 問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 一番、電車で友達に、カバンを網棚に置くようにアドバイスします。何と言いますか一、上のカバンの方がいい二、2> 2カバン乗せたら三、カバン網棚に置くつもり 2番、2> 柔道の教室を見つけました。練習の様子が見たいです。何と言いますか ?1、練習を見てくださるんですか ?2、2> 練習をご覧になってください。3>, 3、練習を見学させていただけませんか 3番。オフィスでおしゃべりをしてうるさい人がいます。注意します。何と言いますか ?1。1> あの、小さい声で話してもらいたいんですけど。2>, 2。あの、うるさくしてしまってすみません。3。あの、静かにした方がいいでしょうか 4番、駐車場で止められるところを探しています。今出そうな車を見つけました。何と言いますか ?1、そこ開くんじゃない ?2、2> そこに車はないそうだよ。3>, 3、そこには止まってる 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では、 始めます。1番、コーヒーのおかわりいかがですか ?1、1> じゃあ、もう一杯。にコーヒーのままで大丈夫です。3、香りですかいい香りです。 2番、明日から休みが1週間取れるとしたらどうする ?1、1> じゃあ、ゆっくり休んでね。2>, 2、休み1週間になったのやった !3、うーん、家の中片付けたいな。 3番。森さん、私、傘2つあるので、良ければ1つお使いになりませんか ?1。ああ、1つ壊れちゃったんですね。2。2> すみません、お借りします。3>, 3。どうぞ、使ってください。 4番。小田さん、お客様がいらっしゃったんだけど、クッキーか何かある ?1。チョコレートならありますけど。2。2> ありがとうございます。いただきます。3>, 3。クッキーの他にですか 5番昨日の授業のノートコピーさせてほしいんだけど、風で休んじゃって。1, 1どうして自分でコピーしないの 2, ?2 僕はノートがあるからいいよ。3いいけど授業までに返してね。 6番。ジョンさん、今日はこの交流会でお目にかかれて良かったです。1。い,いえ、こちらこそ。2。2> ぜひ拝見したいです。3>, 3。楽しみにしております。 7番。会議の日程変わったこと、山田さんにも連絡しないといけないね。1。会議、行けないんですか ?2。2> 私から伝えときます。3>, 3。ああ、山田さんから聞いたんですね。 8番。このお菓子、甘くないからいくら食べても飽きないね。1。1> そんなに安かったの 2>, ?2。つい食べ過ぎちゃうよね。3。それじゃあ甘いのにしようか。 9番。あれ会議でもらった資料、間違って捨てちゃったみたい。1。え、資料間違ってた 2>, ?2。待って、まだ捨てないで。3。3> 本当一緒に探そうか これで、懲戒試験を終わります。